3名様が こんばんはです。あれ今ここあれ定点配信になるんですけど、何かしら映ったら教えてください。ここはある橋を定点してるんで。あー、まきまきさんこんばんはです。今ある橋を定点してるんでね、駅の近くのある橋を定点中です。でちょっとあっちのあれ電源を入れに行ってきますんで、電源っていうかあのもう一台あの収録用のあれを真逆に向けてるんですよ。あー、アンズさん2回目のこんばんはです。あれ今回はあのある橋を定点なんですよ。で何かしら映ったら教えてください。でちょっと向こうの方にもあのあっちは収録用の携帯を置いてるんですけど、ちょっとそれをちょっとあの録画のボタンを押していきます。え、一瞬オーブが高速移動してるかと思ったら、ちっこい虫が飛んでるだけだった。ユウさん、初見さん、ユウさん、2回目のこんばんはです。今回はあれ、定点配信なんで、何かしら映ったら教えてください。でね、さっき、配信する前に、あれなんですよ。これを、どこに置くかっていうことを考えてるときに、あれ、そこの、なんだろう、覆われてる、なんて言えばいいんだろうな、プラスチックっていうか、自殺防止なのかよくわかんないんですけど、あれ、そこ、なんか壁みたいになってるんですよ。あれそこからなんかコンコン音がしてたんですよ。結構ほら今も音しました。でそれが結構あれなんですよ、あれ配信する前結構ひどくて一瞬あれ逃げました。でまあ何かしらもしかしたら映るかもしれないんで、大和さんはそっちの違う角度からあれ配信してるんで、で自分はこっちを定点配信みたいな感じなんですよ。あー、ポチさんありがとうございます。でも奥の方ではあれなんですよ。あ、今電車来た。どこが橋、今配信定点配信してるこあのところが橋の上なんですよ今。アンズさん多分ヤマトさんのところ一回確認しに行くと分かると思いますよ。ちょっとあれヤマトさんのとこちょっとあれ行ってん？そあそうでまあえすごいパッチパッチってか勘ではないけどパチパチ落としてますね。あまあまあそうですね。踏切の上です今。踏切の上のあの橋です。そうあれ橋なんですよ。あの踏切の上の駅の近くなんですよ。帰りがてらに寄ったあれ帰りがてらにあやばい。あれ帰りにこのあれ近くの駅を使うんで、でそれで、まあ、帰りがてらに配信みたいな定点配信みたいな感じです。じゃちょっとあれ大和さんのとこちょっと見に行ってきますんで。
どうですかね、なんか映ったりしてますかね。あ、楓さん、定期ありがとうございます。すいませんね、行ったり来たり。ちゃんと収録できてるか確認してに行ってね。なんかピント合わせるとき死ぬほどビビる。マジか。クミさん、こんばんはです。お久しぶりっていう、あれさっきもいたじゃないですか、クミさん。あ、こんばんはです。なんか映ったりしてますかね。ぶ、わら。今電車来ましたね。うわ、キャッシュカード。キャッシュカードが出てるよ。なくなったら大変だ。僕は何も見えないかな。あ、でも結構ラップ音的なもんはしてるんですよ。電池あるよね。 69% ありますね。ここはやっぱ結構自殺者が結構あるみたいですよ。いる、まあ確かにこの高さじゃ人たまりもないですよ。なんか結構高いんですよ。やばいやばい、パチ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 音してんだけど聞こえます？やばいやばい、パチ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 音して、落としてる、してたんですよ、さっき。後ろの、俺が、なんか、地べたに座ってる後ろの方から。あ、聞こえない。あー、なんだろう。なんか、マイクとか買った方がいいのかな、なんか。今度買おうかな、マイク。パソコンよりも綺麗に見れる。ん？そうなんですか？今、コーン、なんかコーンみたいな。これ結構なんかラップ音的なものはしてるんですよ。今電車来ました。なんかキキキキ音してるんですけど、どっからみたいな。チャリかな。でも今下の方でパチッと音しましたね。だってあれか、多分音入ってませんもんね。
聞こえるっていう人になんか多分入ってないですよね。あ、なんか背中痛いな。背中っていうか肩が痛い。なんか勝手にピントがあれだな、動くな。なんで？ああ、また電車来ますね。カンカンカンなってるんで。電車1台来ますと見て。あれ、なんか音しなくなりましたね。クミさん、結構あれですね。でもなんかラッポン的なものがなくなりましたね。バイク来たの一応。あ、よかった。でもここはさすがにバイク走っちゃダメだと。ここはさすがに結構先に言っとくと、今週の土曜日、あれ、大和さんとあれコラボする予定です。まあ、聞いた人がほぼだと思うんですけど。まあ、今週の土曜日っていうと、何日だ ?9 ぐらい ?9 か8ぐらいですかね。あれ、今日何日でしたっけ。違うな、9か8じゃない。4日ぐらいですね。音電車は今来ますけど、音は多分電車じゃないかと。今あれ、大和さんどういう感じですかね。なんか誰か見てる人いたら。え？寒くなってきましたよ。これ。ああ、でもあんま。この懐中電灯動かしただけですよ。俺動いてませんよ、久美さん。懐中電灯だけです、動かしたのは。ちょっとあれだな、こんな感じでしょうか。俺は動いてないですね。ただ単に懐中電灯の位置がどこら辺がいいかなみたいな、ちょっと調整したんですよ。頭痛くなってきたな、そういえば。ん？久美さんどうしました？
まさか、なんか出たんですか？多分あっちのあの定点用のあっちの奥の方の定点用のカメラ、多分俺のことががっつり映ってるんでしょうね、なんか。でも結構なんか光が なぜかなんか緑色になってるんで、結構なんか雰囲気ありますよね。奥の方、一番奥の方がなんか緑色で、真ん中らへんがなんか真っ暗で、あー、いちごさん、お茶ありがとうございます。こんばんはです。今ピンボケしてたよ。いや、俺特にさっきならあの懐中電灯動かしてたんですけど、今は何もしないですよ。なんか頭痛くなってきたな。なんで？今したよ。なんだろう、虫ではない、虫いないよな、見た感じは。なんでしょう。おう、向こう、多分あの奥で定点してるカメラ、多分俺の顔ががっつり映ってますね、多分。お、あのもうほぼほぼ顔出しの、ほぼほぼ顔出しのあれですね、動画で、収録動画ですね。グワーンって、グワーン、なんだろう。でもちょくちょくでもピント合わせようとしてますしね、なんか。今なんかむせました。むせましたってか、なんか唾が変なとこ入りました。グワンってか、なんだろう、なんかいるのかな。でも山本さんに聞くと、いるって山ちゃんが言ってたみたいですよ、なんか。ちょっと定点カメラの位置ちょっと変えてみましょうか、なんか。カーンって結構下の方からしましたね。メルさん見えない、何かにピン、あ、メルさんこんばんはです。見えない、何かにピントを合わせようとしてるのかな。どうなんでしょう。今電車来ましたね。電車乗り激しいですね、結構。ヤマトさん、なんか取れてんのかな。虫？いや、虫は飛んでないんですよ、ここ。でも多少1匹や2匹は虫はいると思うんですけど、見た感じ虫いないんですよ。ここは心霊スポット。あー、いちごさん、ここはあれ心霊スポットです。ただ場所はあの非公開なんで言えないんですけど、ここは結構自殺する人が結構多いみたいなんですよ。大丈夫。ここは結構なんか自殺、あのやっぱあのここのある橋が、あの場所は言えない、名前も言えないんですけど、ここにある橋があの線路の上なんで、やっぱ自殺する人にはとっちゃまあいいとこなん、いいとこっていうか結構あれなんじゃないですか。ただ
だもうここからもう落ちたら間違って落ちたらもうあれですよ、もう死んじゃいますし、もうそれで助かったとしても電車にとどめ刺されちゃいますよ。落ち場所が線路のところに落ちちゃったら。下は音が、ん？下は音が入った。あー、でも確かにラップ結構、確かにというか結構ラップ音してるんですよ。ラップ音なのか分かんないけど、パチパチとかなんかコンとか。パチパチ、まあ、山本さん静かになっちゃったな。山本さん今何やってるんですかね、なんか山本さん静かになっちゃいましたけど、何やってるんでしょう、なんか。ん？すぐ前らへんの緑のやつ何？あー、これは色、本当は白なんですけど、ツイキャスとか、動画系とかなんだろう、色の具合っていうか、これは全然霊障とかじゃないんですよ。なぜか緑色になっちゃうんですよ。なぜか緑色になっちゃうんですよ。な、光の具合なのかわかんないんですけど、これは全然練習じゃないんですよ。あれ、人来るかな。ただなんかそっちの奥の方に定点カメラ仕掛けたんですけど、収録用にがっつり俺の顔を撮れてますよ、多分。なんかそれを YouTube に上げると変な感じですね。光の具合以前に何かわからないんだ。ん？光の具合以前に何かわかんないんやが。確かに。緑なんですよ。多分、光の具合ですね。毎回緑になっちゃうじゃないですか。緑になっちゃうじゃないですか。なぜか。白のあれ、街灯とかが。ん？ 5 時、緑だね。大丈夫ですよ、アンズさん。ん？緑だねさ。いやいや、全然あれ、アンズさん、全然これ、5時じゃないですよ。ああ、そういうことか。全然大丈夫ですよ、言われ、読めるんで。カメかと思った。カメはいませんね。ちょっと定点カメラの方は、定点カメラっていうか収録用にしてるカメラの方、ちょっと別の向きからちょっと撮ってみましょう。なんか、あんま収録のやつ同じ目線でやるとちょっとあれなんで。ちょっと、
別の方向を向けて取ってきました。やってきました。地面に落っこってるものなんの、地面に落っこってるものなん、なんなのかな。地面に落っこってるもの、いや地面に落っこってるものは何もないですよ伊藤くんだ。あの別の方向、別のあの収録、今収録してるあのあれエクスペリアの方はあの下、今度は下の方をあれ映すようにしてます。でこれはあの後にあの動画編集してあの YouTube に、 YouTube の方に上げようかなって思ってるんですよ。ただあのいつになるか分かんないんですけど、まあなるべく早めに YouTube に上げたいと思うんで、まあ今月中にはあげられると思うんで。あー、ありがとうございます久美さん。あ、メルさん了解です。え、あ、俺の影か、びっくりした。誰の影かと思った。なんか携帯 の、 収録してたんですけど、20分ぐらいであれ切れてたんですよ。なぜか落ちてたんですよ。熱暴走なのか、それとも冷笑なのか、わからないですね。ポッポ、ん？ポッポって、ポッポって音がする。ポッポは多分電車じゃないかなと思うんですよ。え、何今の？すごい。なんかこのラップ音みたいなのしてるってこと聞こえません？結構ラップ音みたいなのしてるんですよ。帽子かぶったら不審、ちょっと帽子かぶってみようか。これ不審者ですね。うん、めっちゃ大きい顔が居座ってます。マジですか？マキさん。マキマキさんなんで、マキさん。え？人か、びっくりした。近くの霊も見たいな。あー、近くの霊、
ただこちょっと最後ら辺で見せますんで、一応あるん、ちょっと待って、ポッチさん、あれ、レームあれ、もうポッチさん、まさか場所分かっちゃいました？あれ、レーンって言ったかな、俺。まさか、ポッチさん、まさかの場所を分かっちゃったとか言いませんよね。まあ、場所分かっても、まあ、言わないでくださいね。でも恋愛あるって言ったかな、なんか言ったような言ってないような曖昧な記憶なんですよね、なぜか。なんか自分が言ったことぐらい覚えとけよみたいな感じですけどね。うわー、これダメだ、明るくしすぎだ。え、これ明るく、あれ、これ明るすぎる。でもこのぐらいがいいか。フォーカスがよく動く。確かに、ポッチさん、確かに結構動きますね。このぐらいかな。このぐらいの位置か。ちょっとちゃんと収録できてるかちょっと見てきますね。
そう、大和さんの声でーす。カチカチ放ってるねー。カチカチは、カチカチ言ってますよ。うわ、なんで、ほう。あー、ポッチさん、コンティニューコインありがとうございます。あー、ゆ、ん?優しい。ゆう、ゆうさんでいいのかな?ゆうさんじゃないな、でも、あっちにゆうさんじゃん、これ。あー、コンティニューコインありがとうございます。いやー、ありがたいね、ほんと。ありがたいです、コンティニューコイン。ちょっと山田さんから行きましょう。少し場所を移動したいと思います。大和さんとちょっと場所を移動をするみたいな。で、ちょっと動きますんで。ちょっと動きますんで。ジョギングしたから疲れた。ここ。で、自分がここを打つみたいなあれなんですよ。いやいや、わ、ちょっとこっちにしてよ。あれですから。でこれで、あー微妙だな。ちょっとね、ここにじゃあこれどうだ。微妙ですね。で、ちょっと微妙だなぁ。痛い、やべ。あ、これで大丈夫ですかね。これでまた定点したいと思うんで、また何かしら映ったら、あ、ちょっとすいません。ここで場所をずらして、ここでちょっと定点をしたいと思うん で何かしら映ったら教えてください。でちょっと今からエクスペリアを今大和さんがいる位置に収録用としては置きに行きますんで、ライト消したらどんなん、こう、あ、でもじゃあ懐中電灯でいきますか。じゃあちょっとエクスペリアを大和さんがいた位置に置きに行くんで、ちょっと大和さん、さっきの定点ちょっともうやめよう、時間、ああ時間押し合ってるから、あと5、6分やったらストップかに、ああ、いや、一旦時間やろう、ちょっと
戻してから戻りました。疲れた。クソ疲れました。あ、脱出しました。声気になるわ。確かに。まあ一応元気で、ダッシュ伊藤頑張り。ああ、ポッチさんありがとうございます。確かに、あー、クソ疲れました。ピンボケがすごい。ダメだ、ピントが合わない。いや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 、あと1分ぐらいの停電です。もう出してるんですか。じゃあ、山本さん、降りてます？じゃあ、はいはい、ここら辺で、ん？わかんねえ、大輝くん。じゃあ、ここら辺でね、終わりにね、したいと思いますんで、ちょっと、定点ばっかでちょっとあれなんですけど。